会社経営をして成功するなんて超簡単でお金を稼ぐっていうのはめちゃくちゃ簡単なんだよね。だから最高なんです。えっと。 26歳でゼロからスタートは遅すぎますか劣等感で心が痛いです。アドバイスください。まあ、26歳でゼロからスタートで僕は遅くないと思いますこれはね、あの別に、だろう、無限に、下手にアドバイスするつもりじゃないんで、自分自身の経験を言うと僕は18歳から、えー、とお金を稼いでスタートしました。はい。だからそういう意味では僕は早かったんですよね。でも、26歳で遅くないと思ってるのはなんでかっていうと、やっぱり周りの経営者見てると遅先の人多いですよ。えー、例えば30代過ぎてから自分で起業して、そして、大きくしてお金持ちになりました人とか、まあ だらにいるっていうか、まあ、そういう人ばっかですよね、20代で起業する方が結構ぶ、ぶっちゃけ世間的に見たらまれなんでえそういう意味では26歳からも全然チャンスはあると思うしまだ若いんで頑張ったらえあの人生変えることができるんじゃないかなと思います。はい 本当に僕の周りですげえお金を持って成功してるなって人でもやっぱ30代で、えー、とすごくこう成功したっていう人多いですよ、はい、20代で成功した人って逆にあんまりいないんだよね正直。だから僕はたまたま、ね、人より早く会社をやることができてそれはまあ運も良かったし自分の努力もあったのかもしれないけどで、えー、たまたま早くそういう社会に出たんでいろんな人も見たんですけど、えー、やっぱ20代でお金を持ってるなって人いなかったですよ。 今はかんない今3もう33になっちまったけど今,今33になっちまったからね、自分より、ね、お金持ってる人いるかもしれないよ上場企業自分で上場させたりとか、ね、M&A で高く売ったりとかして僕よりお金持ってる人はまあ全然いると思いますよ、多分わかんないけどまあぶっちゃけあんま見たことないんだけど、まあ、いないことはないと思いますよ、中田中さんすばでも20代で多分、当時の20代で僕よりお金持ってる人は本当に見たことなかったですね。はい。 これはもう過去の栄光です、ね、過去の栄光だっていう前提で言うんですけど当時の20代で目標りお金持っている人はマジで一人も見たたことなかった、はいうん、それぐらい何が言いたいかというと,、えー、と20代で起業して成功している人がいなかった、はい、だから、えー、全然、えー、20代で、えー、起業しないか成功しないからどうこうなんて、えー、と思う必要はなくて大体の人は30代からスタートすると思っています。はいうん 企業ってやっぱり9割は失敗しますか実情を知りたいですが企業9割は失敗しますよあの会社有名な話なんですけど会社経営をして10年5年残る確率10年残る確率で調べてもらったら分かるんですけどめちゃくちゃ少ないです信じられないぐらい少ないですはいであのまあ皆さんねパッと聞いて名前あの聞いたことがある会社っていうのはあ,の、まあ、ある程度成功していて一握りで世の中には無数の会社があるんですよ うん、で聞いたこともないよねな得体の知れない会社もあるんで、えー、大体は失敗しますよ。うん で、なんで失敗するかっていうと、あの、一つ答えがあります。で、これ前提として言いますけど、会社経営をして、えー、成功するなんて、もう超簡単ですよ。もう超超超超超簡単とこれ断言します。うん。ちょっと、あの、さっきの話と矛盾するかもしれないんで、説明するんで聞いてください。なんで多くの人が起業して失敗するかっていうと、固定概念にもう侵されてるからなんですよね。うん。で、これなんでかっていうと、えっ、ー、と、やっぱ日本って、う、え、ん、ー、と、価値観としてお金を稼ぐことが、 だったりとか、えー、なんていうんですか、こう、えー、人と違うことをするのがダメだみたいな、そういわゆるこう同調圧力っていうんですかね、そういう文化がすごい強い国なんですよ。だからだいたい起業をしようとしても、だいたい多くの人が誰かと同じことをやろうとするんですよね。誰かと同じことをしようとするんですよ。そんなんで勝てるわけないじゃないですか。だってもうすでにライバルがいるんだから、誰かと同じことをしても勝てるわけないですよ。その時点で間違ってる。 で、どういう人が成功するかっていうと、もうすでにあるサービスでも何でもいいんですけど、それプラスアルファなんか自分のエッセンスを加えて差別化できる人なんですよね。そういう人が成功します。で、日本は幸い人と違うことをしちゃいけないみたいななんか謎のなんか洗脳があるので、ちょっと人と変わったことをするだけでめちゃくちゃ差別化できるんですよ。だからそういう意味でめちゃくちゃ勝ちやすい国なんですよね。うん、本当に勝ちやすい国だと思います。だから、成功するコツは固定概念。 から抜け出すことで人と同じようなことはしないことそれだけで圧倒的に一歩前に進めると僕は思います お金を稼ぐって、なんでこんな難しいんだろう、いや、それはね、あなたがそう思ってるからです。お金を稼ぐっていうのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。でね、これを言うとね、例えばあの誤解があるかもしれないんですけど、もうあえてもう一回言いますけど、お金を稼ぐのはめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ簡単です。で、じゃあなんで、ね、みんな稼げないかっていうと、あなたみたいにお金を稼ぐっていうことが難しいって思い込んでる人がたくさんいるからです。だからお金を稼ぎやすいです。なんでかっていうとね、えー、とみんなね、日本人の多くの人が固定概念にね、侵されてるんですよ。 固定概念に,固定概念に侵されてるんですよ若い頃から義務教育を受けてで日本人は特にみんなと同じじゃないといけないという同調圧力を学ぶんですよね。皆さん、えー、こういう経験ありません少し人と違うことをしたら叩かれるとか、えー、例えばじゃあ人とよ違うような奇抜な格好をしたら馬鹿にされるとかそういう経験って子供時代あったと思うんですけどそういうところが染みついて染みついて染みついて心の奥底にこびりついて離れないんですよ。 で、えー、日本っていうのはまた、えー、お金を稼ぐと悪みたいな風潮があるんで、えー、人と同じように、えー、当たり前の暮らしをしてお金をねあんまり稼がないで、えー、し,しとやかに生きるしとやかっていうのがあんま目立たないで生きる、えー、それが正しいって思い込んでるんですよだからお金は稼げないんですよみんな、うん、でなんでじゃあ日本で金お金を稼ぐってこんなに簡単か,簡単かっていうと、えー、人とちょっと違うことをしたら個性になるんですよ 分かります例えば外国とかでね、奇抜なファッションとかしてもね、別にそれって個性にならないんですよ、なんでみっかって言うと、みんなやってるか日本っていうのはみんな同じ格好で、みんな同じような服を着て、みんな同じような生活を送ってるから、少し違うことをしただけで、めちゃくちゃ差別化できるんですよ、だからこんなにね、差別化がで簡単な国って、マジでないんですよね。 これめちゃくちゃ簡単なんですよ。でえ、そうやって会社経営も一緒でえ、みんなが同じようなサービスを出して、みんなが同じような価格帯でみんなが同じようなことをやるんですよ。だから少し違うようなアイディアで少し奇抜なあのアイディアを入れたビジネス展開をするだけです。げえ、差別化できるんですよ。だから勝てるんですよ。だからね。僕は本当にね。この国でお金を稼ぐっていうのはめちゃくちゃ簡単だなと思って。いつも感心してます。はい。 でこれを聞いた多くの人はそんなわけないだろうら三崎つくなって思うかもしれないんですけどそういう固定概念,固定概念で、えー、読されてる人たちがたくさんいるから、えー、こういう簡単な国ができるんですよね、うん、これはちょっと本質的に気づける人と気づけない人いると思うんですけどでも実際本当にそう思ってますねはいいつも拝見させてもらっても地方でサロンを経営していますある程度、えー、とお金をまとまって作ることができました次にキャッシュ で、えー、500万円ぐらいと借金で新しく事業をしたいと思っています。えー、できれば自分がそこに行かなくてもいいような次の事業があれば教えてください。うーん、まあまずね、その自分がね、そこに行かなくてもいいような事業って言ってる時点でちょっと違うと思っていて、やっぱりビジネスっていうのは自分で努力しないと無理ですよ。うん、そんな楽して稼ごうっていうなんか困難が見える人は、僕はあんまりなんだろう、あの視聴者さんなんでね応援したいと思うんですけど、うまくいくとは思えない正直。 そんな楽して金稼げないもんだって。本当に。楽で、楽してね、金稼ぐってことが無理ですよ。で、これなん、何でもそうですよ。例えば歌手になりたい人も YouTube もそう。YouTuber もそうですよ。なんか楽して YouTuber になって人気になりたいとか歌手になりたいとか言ってるやつって絶対うまくいかないですよね。みんな絶対努力してるんですよ。努力ないと何事もうまくいかないですよ。うん。で、努力するのが嫌だったら、もうなんか挑戦することやめた方がいいと思います。正直。無駄なんで。時間の無駄なんで。 で自分の人生1回しかないからだからみんな自分の人生をよりステップアップさせたいから努力してるわけなんで、うん、そういうふうに思えない人はやめたほうがいいと思いますただ努力する人生が楽しいかどうかそれは人それぞれなんで別にさなんだろう まあ安い賃金でさ、なんか田舎でさ、なんかのんびり暮らして幸せって人もいると思うんですよ。それはそれで僕いいと思うんですよ。否定しないですよ。うん。だからね、何を取るかなんですけど、少なくとも成功したいとか、お金持ちになりたいってやつは努力しないと無理よ。絶対無理ですよ。それか、一つ、チートの方法があるんだったら、攻略法があるんだったら、言いましょうか。もう親ガチャっすよ。親ガチャで、もうお金持ちの家計に生まれて二代目ボンボンになること。でも、親ガチャ外れてる人はもう無理。親ガチャ1回しか、生まれつき1回しか引けないから。 僕もまあ別に悪い親とは言わないけどういう超親が金持ちの親ガチャだったかっていうと別にそうではなかったよ。そういう人が多いでしょ。だから子供はね親ガチャ当ててあげたいじゃないですか。だから親ガチャ当てれるように頑張ろうって思ってるんですけどね。 19歳です。アフリートで月300万円稼げるようになりました。将来三美咲さんのように起業したいんですが、どのくらいお金を貯めて起業すればいいですかやるビジネスによって変わってくるとは思うんですが、ある程度このくらい貯めた方がいいというのを教えていただきたいです。うーん、19歳でアフリート300万円ってすごくないですか すごいね。将来の青汁王子になるんじゃないですか。はい。僕みたいにならない方がいいですよ。でも、月3 0 0万すごいです。本当に僕もね、まあ、ちょっと別にちょっと僕、マウント取るわけじゃないですよ。僕は本当、えー、18、19で400万稼いだんですよ。だから今19歳ってことは僕の記録超え全然超えちゃってほしいんですけど、あのー、 まずどのくらいお金を貯めて起業すればいいとかです、ね、まず起業した方がいいと思ってます。はいでえー、とそもそも、ですねアフリエイト起業する際にです、ね、ちょっと専門的な話なんですけど、えー、と別になんだろうな、何かのサービスをいきなりやる必要って別にないと思うんですよ。だからアフリエイトので今稼いでるんあれば、それを法人化して、えー、そのアフリエイトを広げていくだけでいいと思いますよ。で、大事なのはですねシフト転換、路線,路線を変換、転向することで、今、一 ただのアフリエイターだと思うんですけど、えー、ここから事業を作ったりとかサービスを作って、自分でアフリエイト、まあアフリエイトって言わないけど、自分で自分のサービスを宣伝してくださいね。そうやって、一発のアフリエイターから事業実態を持っていくって感じがのイメージで成長していくとうまくいくと思います。私は三崎さんみたいに、億単位のお金を稼ぐことが目標です。その目標を達成するのに必要なものは、スキル、コミュニケーション能力、行動力、このうちの3つ、どれですかもう簡単ですね。もう1つだけですよ。1つだけ、行動力。 えっ、ー、とね、そもそもね、お金を稼ぐってこと、そして経営者になるってことで必要なスキルっていうのは行動力なんですよ。で、なんでかっていうと、じゃあスキルいらないのとか、じゃあ営業できるコミュニケーション能力いらないのとか、えー、なんかそういうデザイン力とかいらないのとか言ってくるじゃないですか、みんなね、そう思うじゃないですか、いらないんですよ、いらない。なんでかっていうと、わかりますかそういう人雇えばいいんですよ。資本主義。 資本主義経済ですよ、資本主義経済、そして会社っていうのはね雇用ができるわけだから、そういう能力ある人を雇えばいいんですよね。だから自分が何かできる必要ってないんですよ。じゃあ自分が何をすべきかっていうと、そ、えっと、のね、会社というね、船の舵を取るんですよ、舵を取る。 うん、だから、どういう人を採用したりとか、どういうビジネスをやるとか、そういう計画を自分が組んで、いわゆる軍師ですよね。だから自分でできる必要はないんですよね。僕だって何もできないんですよ。そのウェブデザインもできないけど、HTML はすっげえ昔のちょっとぐらいできるけど、まあ、大してできないですよ、何にも。何にもできないですよ。でも成り立ってますから、なんでかっていうと、そういう人を雇えばいいだけです,だけですから、はい。だから、そういう行動力なんですよ。一歩を踏み出す行動力が大事です。 頭悪くてもお金持ちになれますか、うん、頭悪くてもお金持ちになれますよ。で、よくね、これ皆さんすげえ誤解してるのが、経営者って頭良くないといけないと思ってますよ。もうそんなことないんですよ。そんなことないんですよ。極論、頭がいい人をいっぱい雇えばいいんですよ。 だから、例えばね、僕の業態で言うと、えー、ホームページを作れる人を雇えばいいし、デザインができる人を雇えばいい。まあ、広告できる人を雇えばいい。もう、経理ができる人を雇えばいい。経営者っていうのは、えっ、ー、と、みんなをまとめて、えっ、ー、と、なんだろう、こう、船をですね、船をなんか成功まで導く。船、大海原の中から、えっ、ー、と、まあ、お宝があるようなところまで、みんなを、まあせん、千、千、なんだろう、こう、 誘導するっていうのが仕事なんで、そのクルーたちが優秀だったら別にね、えー、バカでもいいんですよ。ただ、えー、リーダーシップがあって、決断力があって、みんなをまとめる力があれば、経営者っていうのは、えー、成り立ちます。だからね、極論バカでもできると思いますよ。うん。僕のね、周りでお金持ちの社長さんでも、あ、この人頭悪いなって思って、 でもおそういう人の、そういうケースは大体は、大体が社員の方がものすごくね、優秀だったりします。はい。だからね、頭がいいわけから成功するわけじゃないんですよね。で、僕も別に何だろう、あのー、サイトが作れるわけでもないし、えっ、ー、とー、例えばその、まあ、デザインができるわけでもないし、広告のことはアフリエイトやつからできるんですけど、別になんか何ができるかっはできないですよ、対して。うん。 だから、全然ね、皆さんね、あのー、成功する可能性ってあるんですよで。僕、今日もツイッターで書いたんですけど、多くの人が成功できないと思い込んでるじゃないですか。で、もっと言うと、日本で成功するのって超簡単で、なんでかっていうと、ここに、ここ、これを見てる皆さんも、あなたもそうかもしれないんですけど、もしかしたら自分成功できないって思ってませんもう絶対成功できないじゃん、ないじゃんとか思ってませんもう、まあ、そういう人がね、たくさんいるんですよ、日本には。 だから簡単に成功できるんですよ。な、ま、ん、あ、でか、こうなるかっていうと、日本社会っていうのは昔から同調圧力って言って、みんなと同じじゃないとダメですよ、と。ちょっと人と違うこととか、ちょっと個性があることとかをやると、まあ、間違ってるよっていうふうに教えられたんですよ。だから、みんな同じで、みんな平等で、みんな平凡なのが正解っていうふうに洗脳されてきたんで、だから勝ちやすい。なんでかっていうと、人と違うことを少しするだけですごい差別化になるんですよ。 こんなに差別化がね、簡単な国ってないんですよ。マジで。ここ個性をすぐ出せるっていうか。だからえ、日本でお金持ちになるっていうのは簡単で、みんながお金持ちにならない、成功できないって諦めてるところをな眺めながら一生懸命努力して、人と少し違うことをするだけで勝てます。これは絶対的です。はい。え、王子の日本はやばいに賛同です。私も一経営者として日本に魅力を感じていません。早く式識のために海外生活を考えます。はい、それがいいと思います。で、 ただ日本で、日本経済やばいよって言ったんですけど、逆に日本経済じゃなくて日本でお金稼ぐの超簡単なんですよ。うん。あの、日本ってやっぱ頑張る人いないんですよね。頑張る人があんまりいないですね。外,外国とか行ったらやっぱ違いますもん、やっぱ。気合が違うんですよね。まあ、あの、今日気合の話ばっかなんですけど、やっぱ気合って結構大事なんで。<laughs> 日本って頑張る人があんまりいないんで、少しが頑張ったら、 それだけで差別化できるんで、僕は日本でお金持ちになるのは超簡単だと思ってますね、うん。で、そんなことないじゃんとか、そんなわけねえじゃんとか、あんただけだよみたいなこと言ってる奴いるじゃないですか。まあ多分言ったコメント書いたやついると思うんですけど、はい、その人に言うんですけど、そういうこと言ってるからお金持ちになれないでしょ。もうそれって自分でブロックしてるんですよね。マインドブロックじゃないですけど。自分の潜在意識で自分はもう無理だってもうブロックしてるんですよ。それはうまくいくわけないじゃん。 ででできるって思わなないいいいととうううまくいかないでしょそういうことです、うん、だから本本当にに日ででお金持ちになるのは簡単ですだから僕の配信を見てる人はいろいろねなるべくね役に立つことも言っていきたいし、えー、いろんな、ね、考え方も教えていきたいです、はいまあ、教えるってちょっとおこがましれないんでごめんなさいなんですけど伝えていきたいんで、えーとまあ、見てほしいしなんか僕の配信を見てお金持ちになれる成功する人っていう人増えてほしいし本当増えてるんですよ今、うん、さっきも DM あったな,なんか、えー、と僕の配信見て会社作って 作ってもともとやってたんだけど、会社を売ってお金持ちになりました,みたいなとか、結構、あのー、来ますから、うん、だから簡単なんですよ、お金稼ぐのは。ま,まず、これは言いまくりますお金稼ぐの簡単ですよとこれずっと言うんで、ま、配信何回も毎回見てもらったら、僕ずっと言ってるんで、そしたらそんな気持ちになると思うんですね、まあ、そっから始まると思いますよ、うん。で、僕はすごく恵まれてたのが、まあ、本当、本人も書いたんですけど、高校2回も退学になったんですよね、2回も退学になったんですよ。だから えっと、自分で、まあ就職もできなかったんですよ。まあ、できないっていこともないけど、なんかなか受か,かんなかったんですよね。アルバイトしようと思っても。多分無理じゃんってなって、起業するしかなかったんですよ。だから起業したんですよ。だからつまり、お金持ちになれる、なれないみたいな、その判断、基準を持つ前に、価値観を持つ前に起業したんですよね。だからお金持ちになれないみたいなマインドブロックがなかったんですよ。それはすごく良かったですね。でもさ、みんなさ、どっか就職し、就職してサラリーマンになって、 えっと、いろんなその企,の企業のね、価値観とかを押し付けられるわけですよ。その時点で可能性が僕は消えていくと思いますね。うん。消えていく。無理だなって、なるもん。なんでかって。頑張る人が少ないからですね。頑張る人が少ない日本社会の、そのね、末端の中にいたら、やっぱり、あ,あ、ダメだなって。流されますよ。うん、だから、 僕は、えー、といろんなことに挑戦してほしいと思うし、起業するってすごくいいことなんで、あの、もちろんね、リスクもあるんで、まあ、今すぐしろっていうこと、無責任なことは言えないけど、僕は皆さん成功してほしいです。本当に心から思ってます。心の底から思ってる、結構。うん。だから成功しましょう。まあ簡単だし。簡単です。はじめまして、いつも応援してます。個人経営者12年,12年目になります。これから事業員を取って企業を増やしたいと思ってるんですけど、えー、ビビってなかなか前に進みません。えー、アドバイス、 があればよろししくお願いします個人経営者12年、まあ、大体ね12年間社長っていうか自分で自営業やることもすごいんですよね大体の会社が、えーとね、5年5年10年でちょっと調べたらグーグルに聞いたら分かるんですけど、えーとね、生き残る会社ってほんと少ないんですよ企業の,の生存率というか大体の会社が潰れちゃうんですよね、えー、それでも10年以上できるっていうのはまあすごいなって、えー、思いまして あのね、やっぱ従業員雇って、えー、企業を増やして、たぶん、従業員雇って会社を大きくしたいとことだと思うんですけど、最初、人を雇うっていうのは結構、躊躇するんですよね、一歩踏み出すまでは、やっぱり人の人生背負うじゃないですか、でもそれを乗り越えないと、やっぱり会社って大きくならないと思うし、まあ、本当、人を雇うからには、その人の人生を背負う覚悟で雇わないといけないんですけど、あのいまああのまあ、12年やったんだったら、1回チャレンジしてもいいと思いますけどね。はいえー 手持ち資金がないときに自分のサービスがちゃんと収益化する前から株で資金調達することどう思いますか先にキャッシュを稼げる事業を別でやるなどして手持ち資金をやるべきだと思いますか増やすべきだと思いますかあうん、えっとね、これは間違いなく断言するんですけど、先にキャッシュを稼げる事業をやった方がいいです。そもそも、これよくあるんですけど、ベンチャーとかが外部から資 外部の会社にねベンチャーキャピタャルとかなんですけど自分の会社の株を売って株を渡してお金を入れるそれがまあ結構まあポピュラーというかいわゆる主流なんですけどこれ自体は本当に僕はねん、あのー、だろうな経営者としてどうかと思うっていうのがあるんですよ。で僕の会社はまあ自分が、ね、今まで全部株主でね外部からのお金も入れてないですし独自っていう言い方をするんですけど独立資本が最強なんですよね。 うん、やっぱ株主入れちゃうとベンチャーキャピタルとかにがーがー言われたりとかいろんな人にあーって言われたりとか、えー、結構すごい会社形状やりづらいんですよすごい制約があるんですよねで上場企業とかはまあ、ね、上場してるからいろんな株主いるから仕方ないとしても少なくとも上場する前は、えー、外,部の外部に株主を送って入れるっていうのはなんか微妙だと思いますけどね そそもそもだからやっぱり自分たちでねあのキャッシュをね、えー、稼げるようなレベルにならないとそもそも事業やってもダメですダメだと思います。はい 部下から考えについていけないですって言われ、最終的にやめちゃう方が多いんですが、僕のポリシーというか、プライドやマインド発信しない方がいいですか。そもそも経営者っていうのは、自分のポリシーとかプライドやマインドなんて発信する必要ないんですよ。それっていうのは、はっきり言ってエゴなんですよね、エゴ。で、大事なのは、社員を思っていること、そしてこの会社をどう成長させるか、そのビジョンを伝えるべきなんです。自分の思いとかって、あんまり社員にとってあんまりぶっちゃけ関係なかったりするんで、響かないんですよね。それよりりもやっぱ自自分分たたちちがどうなるののか会 社員の方は知りたいんで社員の気持ちになって発言してあげることが結構大事だったりすると思います <laughs> 王子がビジネスを立ち上げるにあたってこれはいけそうだなって思うポイントはどんな部分ですかあこれはね明確にあってその業態が伸びてること伸びそう伸びそうそれ伸びてることでもう一個あって、えー、競合が弱そうなこと例えばさすごい大きなビジネスがあって大きあごめんなさいすごい大きな業態があってすごい伸びてると 伸びてるこの業界来てるなってなってもそこに大手が参入しまくってたら結構僕はリスキーだなって思うんですよだって強いから競合がでも、えー、中小企業でよくわかんない会社がこんな伸びてるんだとか、えー、できたばっかの会社がこんな成長してるそういうビジネスはもう大々大々大,大,大チャンスですね本当にそういう意味で相対的にほよあのライバル企業が強いか弱いかっていうのをめちゃくちゃ重視してますね 多分これ、こんなに徹定してるの多分僕ぐらいだと思うんですけど、僕こ、このやり方ですごい全部成功。全部とは言ないけど成功してます。王子がもし有名ではなくて、500万円程度で起業するなら何をされますかあ、これはね、えっ、ー、と、そもそも、この質問なんですけど、えっ、ー、と、有名ではないか有名かっていうのは別に起業するにあたって別に僕はあんまり関係ないと思ってるんですよ。 今、有名になっている起業家の多くの人がお金を持ってから、まあ、起業で成功してから有名になっているんですよ。だから知名度とかそういうのは後付けなんですよね。だからそこの条件はまずみんな同じ大体同じなんで、えーと、安心してくださいと。で、その上で起業するんであれば、やっぱり500万円の資金ということなんで、まず在庫を持たない、店舗を持たないことにします。まず店舗とか借りてしまうと、やっぱ固定費で最初からすごいお金飛んじゃうんですよ。 その後の経営も苦しくなるしなんか店舗型ビジネスってえ一見ちゃんとしてるように見えて僕はそのビジネス的にはやっぱおいしくないと思っていてえやっぱ固定,固定費もかかるしえその店舗から全国各地の人になんか販売できるわけじゃないじゃないですか,なんかどこでもドアとかがあったらめちゃくちゃいいんですけど今のねまだ現代でもそういうのはないんで,でやっぱりえとまあ散ん言われてますけどまあ原点に。 立ち返ってインターネットですよねインターネットっていうのはやっぱり素晴らしくてインターネットウェブサイト一つあれば全国各地、まあ、もっと言うとグローバル世界の人に物を売れるわけじゃないですかこんなね革命的な、ね、サービスないですよ、まあ、これはもうほんと10年前20年前ぐらいからねそういわれてきていろんな会社がそのインターネットバブルに乗って大きくなっていきましたけどやっぱりねまだね今の時代もインターネットなんじゃないかなって思いますはい。 ちょっと僕がやっぱこうインターネットの破壊力を知りすぎてるからこそ、えー、改めて推薦できるのが、えー、インターネットを軸にしたビジネスなんじゃないかなと思いますね。うん、でいつの時代も隙間って絶対あるんで、えー、今思いつかないかもしれないですけど、えー、必ず隙間っていうのがあります。はいえー、例えば、ね、ビジネスの隙間で言うとね、えー、まあ一番わかりやすいのが仮想通貨で言うとコインチェックさんですよね。コインチェックって、えー、和田さんっていう和田社長っていう僕と僕の一個下くらいかな、同じ年くらいの社長がね、創業したんですけど、 最近ねちょっとある関係者に聞いたんですけどマックス当時ねコインチェック事件の前に1日の利益が大体20億ぐらいあったらしいんですよ20億ですよ月600億ぐらい利益出てるんじゃんっていう計算なんですよねでそれってなんでかっていうと別にそのコインチェック自体がすごく優秀だ かかどうかはまあさてておいてその仮想通貨っていうねビッグバブルみたいなのに目をつけた和田さんの先見性だったりとかその経営陣が優秀だったんじゃないかなって思います、はい、で当時やっぱり日本で仮想通貨ってすごく難しくて今もわからない人多いと思うんですけど仮想通貨の買い方っていうのはすごい難しくて買えない時代だったんですよでコインチェックの何が良かったかっていうのはでも誰でも買い,やす買いやすいようなユーザーインターフェースいわゆる UI って言うんですけど、えー、もう分かりやすい動線にして多くの人が簡単に仮想通貨を買えるようにしたんですよねでもちろん手数料も結構、ね、それなりに通ってたんで儲、えーえー、かりますでもやっぱりリテラシー、まあ、リ,リテラシーとか理解力のないとかあんまり仮想通貨詳しくない人はねあのそういうふうに簡単なサービスを好みますから、えー、そういう人たちにバーってこう広がっていくわけですよねしかもあの仮想通貨があの 始まっったばっかりで、えー、本当にちっちゃい波のから大きな波にこうガーって移る時だったんで、あすごい時代もあの味方したんじゃないかなと思いますね。まあ、でも結局、その、まあのコインチェック事件というのがあって、一旦まん駄になっちゃって、まあ、もう一回再起して、ね、やってますけど、うんまあ、コインチェックっていうのが分かりやすい例であって、これから来る波っていうか、これから大きな波になるよっていうビジネスって本当たくさんあるんですよ。 僕の青汁の時もそうだったんですけどでこれって何ですかって言われると簡単には答えられないんですよ何でかっていうとそれを答えられちゃったら誰もが知ってるビジネスなんで別にそんな目新しさってないじゃないですかでもまだ誰も気づいていないちっちゃい波を探してくださいちっちゃい波でそれが必ず大きくなるよっていうこれから時代の 変化そして時間軸とともにどん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 大きな波になっていくこのビッグウェーブに乗るんですよビジネスっていうのはこれがね基本です。 介護や障害者福祉に関わるえ事業を経営しています水崎さんは福祉に関わるビジネスをどういうふうに考えていますか福祉に関わるビジネスがですね、えっ、ー、と、すごく今チャンス、逆にチャンスだなと思っています。えっ、ー、と、福祉介護、介護施設とか、そういった施設って今足りてないんですよね。で、やっぱり今、高齢者かの方すごく多いじゃないですか。だからもう、ベタに言うと、すごいチャンスだなと思ってます。ただね、そこに対してなんかすごくビジネスをしようっていう人って、あんま、そんな、ビジネス、ビジネスしてる人って僕、あんまいないと思うんですよ。やっぱ業態的にも もそのなんだろう高齢者のためとか誰かのため誰かを救いたいからっていう風うに入る参入する方が多いと思うんでそういう意味ではねあのビジネスっていう観点においてもあの結構なんか面白いんじゃないかなと思いますも僕もう一回何もない状態で起業しろって言われたらもしかしたらそういうね介護だったりとかそういうビジネスをやるかもしれないですねはい会社を経営してから3年目ですが三崎さんのエンタメ系の YouTube よりビジネス系の一部をものすごく拝見させていただいております。毎回楽しみにしております。ありきたりね、基本的なことを聞きます。えー、三崎さんは経営者として、毎朝、月初何か新しいことに取り組むときの原発ぎやルーティンなどはありますかこれはね、あのー、いろいろあるんですけど、うん、なんだろうな、新しいことをやるときとかっていうのは、まずね、い、え、ろ、ーまあ、ケースによりますね。えー、例えば、えっ、ー、と、財布を買い替えたときとかは、神社に行ってお参りをします。 で新しいプロジェクトを立ち上げるときは、対案って分かれます暦で対案とかなんかいろいろあるんですけど、縁起のいい日にスタートしたり、なるべくするようにしたりしますね。やっぱり最初って大事じゃないですか。なんでそこをすごく意識、実はしてたんですけど、ただね、ごめんなさい、最近は考えが変わってきて、なんだろうな、いきなり物事ってうまくいくことってないんで、あんまりそのなんか最初の原担ぎみたいなのはしなくてもいいのかなって思いました。でね、すごいこれまあスピリチュアルみたいな話なんですけど、最初からすげえうまくいくときは、 あこれうまくいくいなって感じすするんですよ僕なんか挑戦するじゃないですか最初から結果出てうまくいく時はあこれうまくいくなって感じはするんですけど逆に最初からめっちゃうまくいかない時ってあるじゃないですかあこんなうまくいかないのって時その時も将来的にうまくいきそうな感じしちゃうんですよねなんでかっていうとすごいマイナスからスタートするとすごいプラスしなんだろうな登ってきしかない,しないっていうかプラスになるような気しかしないっていうようなイメージがあってなんかすごい逆どっちかなんですよ極端なんですよねごめんなさいそれ感覚の問題ななんんんであんまりなんていう 誰かわかんないんですけど、はい、えっ、ー、とそんな感じです。三、え、崎、ー、さん初めて起業された時誰かに相談しましたか。私は現在どうしても実現したいアイデアがあって事業計画を立たたいんですが、予算などの金銭面の検討がつきません。今のところとしては東京創業ステーションという起業相談所に行こうと思ってます。あ、僕はね、実はね、あの事業計画っていうものをね作ったことがないんですよ。 ないんですよ,よく会社やってると,、えー、と今月の売り上げはいくら来月の売上いくら1年後の売上いくらみたいな計画をつけて資金繰りとかやるんですけど僕やったことがないんですよねなんでこれやんないかっていうと事業計画を作ってしまうとそれ以上上振れしないと思うんですよねでもそれが一つのゴールじゃないですかで大体の会社っていうのは事業計画書を に、に達さないんですよね。事業計画書を下回ってしまって、えー、未達だってって怒られてると思うんですけど、えー、僕はね、圧倒的な成長をしたかったんで、えー、そういうような目標計画を立てなかったんですよ。で、じゃどういうふうに考えてたかっていうと、闇雲に経営したわけじゃなくて、そもそもね、ビジネスなんて生ものなんですよね。流動的なんですよ特に僕がやってたようなインターネット関係のね、まあ、商売通販とかなんて、めちゃくちゃ動きが早いんで、 そんな1年後、2年後、3年後の計画なんて立てれるわけないんですよ。いや、本当に。そんなの立てた当たる屋さなんて1人もいないんですよ。だからそんな立てるだけ時間が無駄だと思っているんですよね。だから何をした,したかっていうと、常にベストな選択をする、ね、常に合理的かつ、えーと、経営判断として間違ったようなベストなジャッジをしていくっていうのを意識しました。うん、だから、えー、そ,のそれを積み重ねた結果、えーすごい 短期間で成長できたかなと思ってます。で、僕が本当短期間でね。年収を130億なんです。3年間で130億いったんですけど、それができた。えっ、ー、と1つのえっ、ー、と何だろうなえーえー。コツコツというかね。一つね。えっ、ー、とまあ承認を挙げるとしたら事、えー、業計画書を作んなかったことかつかん作んなかったことかなと思ってます。はい。 えー、経営者というのは精神的な強さと他人と関わることが好きで嫌いでもないと厳しいんでしょうか適応障害から2ヶ月給食したパラグラマです雇用されている状況に生んだりしたり主任などコントロールできるものをフェアしたくて利用しに入れてますが先に要世話に震で問題したり悩んでます、うんとね、別に、ね、経営者っていうのはいろんなパターンがあると思っていて、えーえー、と自分が人が好きだったりとか他人と関わること,、えー、と精神的に強いとかあんま関係ないですその、ま 全く関係ないです。もう無視してください。経営者ってめちゃくちゃいいのがいくことが一個あるんですよ。何かわかりますか。自分に足りないものは雇用すればいいんですよ。 例えば僕だったらね、まあお恥ずかしいんですけど、経理周りとかそのお金の会計とかって結構苦手なんですよ。僕はお金を産むこととか、お金を稼ぐとか、めちゃくちゃ得意なんですけど、お金の管理することが結構苦手だったりするんですよね。だから、えー、と僕はね、えー、とそういう会計の人とか、最近はね、昔はちょっと若かったんで、ざるだったんですけど、入れてやってます。なんで、経営者っていうのは、自分に足りないところを人を雇って、埋めていって、チームを作る仕事なんで、自分はむしろ究極エトですよ、まあ。極端に言うと、何もできなくていいんですよ。 自分は何にもできなくていい、えー、一つ必要な能力としてはチームビルトする能力ですよ。足りない自分に足りない能力を、みんいろんな人を雇って、えー、補強してでうまく回すその能力だけでいいんで、別に自分が何かできないとか経営者できないとかないです。だから最高なんですよ。<music>